はい、こんにちは。今回は秋の朝の森の風景を空想で描いたので、各過程をご紹介していきます。前々回ぐらいにね、紅葉描きましたけども、ちょっとね、赤オレンジ系の強い感じでね描いたので、今回は黄色黄土色系がね主体の紅葉にしてみました。このチャンネルは写真を見て描いたりする描き方ではなく、実在する現実でもなく、何も見ずに心の描写をする、心で思い描いて世界、想像の世界を描く過程をご紹介しています。そのため目で見た現実世界とは異なります。心で感じたものを誇張して描いております。では色の説明をしていきます。まずアゾイエロー、ピロールレッド、ローアンバー、ローシェンナ、サップグリーン、コバルトブルー、ランプブラック、チタニウムホワイトです。今回ね、色数も少なめです。で、F6 サイズのキャンバスに今回も描いていきますね。もうね、今回はね、頭の中がこうね、クリーム色っていうかね、真っ白ではないんですけどもね、なんか 2,3 割しかないので、もうね、どこから光にしようか、まあ木があって光がわーっとね刺している、ちょっと霧がね、朝の霧がかかったような感じにしようかなーでね、今こう想像をね膨らましているところです。とりあえず光大体この辺りにしようかなーっていうね、場所をね最初に決めますね。でこの辺りって決まったら、今度は黄色と白を混ぜた色を白の周りのところにふんわりとぼかしながら広げていきます。そしたらね、今度はローシェンナですね。ローシェンナと黄色と白を混ぜ合わせた色、ね、この色をその周りにバーッとまず置いていきます。最初はね、全体的に、これ遠くの方の風景を描いていくので、最初紅葉なのでね、いろんな色をねまずバーッと置いていきます。でこの後ハケでぼかしていくようなね描き方をしていきますね。で、ここでね、緑と茶色と青と白混ぜ合わせた色、かなりこの時ね茶色も多めです。この色はね、全体にではなく、こう部分的にまばらに、ちょっと離れたところとかね、間隔を空けながら、全体にイメージをしながら置いていきます。はい、そしたらね、筆をしっかり洗って、今度は赤と黄色を混ぜ合わせたところに茶色、ローアンバーを混ぜた色ね、ここからはもうね、いろんな組み合わせです。赤と今茶色を混ぜた色をね置きました。こういう激しめの色を置いてもね、この上から霧がかった感じにしていくので、結構色ねつけちゃってもいいですね。で、青と、ね、黒と緑のね、かなり濃い色ですね。このサイド、両サイドとね手前のところは暗くなってくるので、ここはかなり濃いめの色をねバーッとのせます。そしたらね、ここからハケを使って全体的にふんわりとねぼかしていきます。今のままだとこれ筆の跡がね汚い感じになっちゃっているので、微妙にね、このハケの先端を小さくくるくる回したりとか、こうちょっと向きを変えながら叩きつけるようにしてね、全体に混ざりすぎない程度になじませるようなイメージですね。こう濃い色とかね、伸ばしてしまうとね、汚くなってしまうので、その辺を注意しながらぼかしていったら、上からローシェンナを、またこれもね軽くのせて、またそこに黄色と白混ぜた色とか、そういったね色合いを徐々に乗せていきますね。このあたりからちょっとね、葉っぱの形をイメージしながら描いてますね。光の当たっているあたりを明るくして、でこの筆ね、前回の動画でご紹介したなんかセットでね買ってみた筆、これ結構ね使いやすかったですね。ちょうど良いね、腰もしっかりしてるので、こういったぼかす時なんかにもね使いやすいですね。
そしたらね、ここでちょっとペインティングナイフを使ってもこういう風にね、ガシャガシャっとね、ほんのちょっとガサガサとさせてあげると自然な葉っぱの質感っていうものを出すことができます。ちょっと崩した感じにね、筆だけだとなかなかね、こううまくいかない部分とかもね、こういったペインティングナイフを利用するといいですね。で、ここでね、完全に乾かします。完全に乾かしたらハケを水につけて水気をしっかりと拭き取りますね。そしたらね、ここでね、黄色と白をね、混ぜた色を、ほんの少しだけね、ハケになじませてつけます。で、それをね、もうこれ乾いてるので、乾いた上からこうね、光のベールをね、ちょっとこう霧のようなね、朝霧の日のかかっているような感じで、これ遠くの方の景色なので、このね、光のベールの中に入れるような感じでぼかしていきます。ただこの時にね、ハケの水分量とかが多かったりすると線になってしまったりとか、絵の具が多いとこのね、ぼかすどころが真っ白になってしまったりとかね、ちょっと難しいんですが、今これもね、かなりハケの跡が、線がこう残ってますよね。こういう風になっちゃうと、ちょっとね、このシャッシャってやった線がこう出てしまっている、こういうのはね、何回も上からくるくるやってても取れるんですけども、どうしてもくる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 やっても線がなかなか綺麗にならないなっていうね、時はね、一回これにね、ハケを綺麗にねして、で、水気をまたここでしっかりとね拭き取ります。そしてちょっと湿ったハケで上から再度ね、こう軽く水気をね含ませておいてから、こういったキッチンペーパーとかね、キッチンタオルとかでちょっとね拭くようにしてこすってあげる。そうすると綺麗にね、だんだんこうふんわりとねぼかすことができる。こういう風になんか変な線がついちゃう、こういう時はね、こうペーパーでねこすってあげたりするとね、いい感じにね、ふんわりと光のベールがねぼけたような感じになってきましたね。ちょっと湿らせて、キッチンペーパーを湿らせて、こういう風にね上から拭くようにしてもね、いい感じになります。はい、そしたらね、ここでローアンバとローシェンナと青ですね、青を入れていきます。今回ね、この絵でね、実は青がね重要なポイント、ね、キーポイントのカラーにねなってきます。紅葉に青って思うかもしれませんが、これがまたね、幻想的な雰囲気をね醸し出してくれるんですよね。今ね、これ遠くの方の木をね薄く描きました。で、その上から再度黄色と白とね、ちょっとローシェンナ混ぜたかなっていう色合いをね、こういう風に上の方にバーッと光が当たってるところをだんだんこう明るくしていくね。で、このあたりでね、この光が、木の間から漏れてる部分とかも調節しながらイメージをね膨らましてます。そしてこの手前の地面のところはね、黒くね、最初は土台はもう黒で塗っておきます。で、こういう風にね、筆の柄を使ってイメージするとイメージしやすいですね。次のね、手前の木を描く。ですが、ちょっとその前に、今ね、一旦乾かしてからね、再度ね、これ木を描いた上なので、もう一度これぼかしてます。ぼかしてから、手前の木をね、これも黒でね、土台はしっかり描いていきます。こうすると、ね、先ほど描いた木がね、奥の方にある木。で、これが手前にあるんだなっていうね、この遠近感も表現することができます。そして光の位置にしっかりと白、ほんのちょっと黄色も入ってますが、この色を伸ばしていきます。この時ね、乾いてないとこういう風にシャッてね、黒いうのがね伸びちゃったりするので、これもね、完全に乾かしてから上から描き進めていきます。こういう時にね、しっかりと乾かさないと上から描いた色が
筆について色が濁ってしまったりとかするのでね、一回一回ちょっと大変ですけども、ドライヤーをねかけると結構早く乾きますね。ドライヤーもなんかね、私は温風と冷風を交互にねなんとなくやってます。で、今これローシェンのねその上からそのまま乗せたりとかね、ここからいろんな色をね乗せていきますが、今回はこうね赤、黄色、緑とかね、色は鮮やかな紅葉というよりはちょっとね黄色と黄土色がメインの、黄色みがかった紅葉にねしたいなと思ったので、赤は今回ちょっと控えめですね。控えめなんですけども、部分的に赤みがかったオレンジとかね、ほんのちょっと入れるだけでも赤ってすごく強い色なので、結構ね色づいた感じになってくれますね。でここでね今度青と緑と赤、ね、青と緑と赤、混ぜた色、これちょっとね筆に茶色が若干ついてました。このあたりの色でね、下の方にちょっとだけ紫とかね青みがかった色をね入れてきます。なんかねこのね、これは空想風景なのでね、実際にある景色だとなかなかこうはいかないんですけども、ここでね空想画ならではのねこの雰囲気を表現するっていうのを今やってますね。徐々にこのね今黄土色の上にね青みがかった色をこう重ねてますよね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、このね右隅あたりとかね、こういう風にねちょっとだけ青みがかった色入れていくと、なんかこうね幻想的な雰囲気っていうものを表現できますよね。もうねあるがままの色使いではなくてね、この心でね感じた色を表現していくことがねできる、このね自分で思い描いた世界もうね色使いとかも自由なんですよね。なのでこういったところでちょっと青みがかった色今回入れていこうかなと思ってね、不思議な感じになりますよね。でこれ下の方はね今黒の上に赤、ね、赤を乗せていって、またここでね今度右側に青みがかった色を強くしてます。でもなんかこう青を強くしてもなんか不思議とねこのねいい感じにまとまってくれるんですよね。青がねドバッとついちゃうと、強すぎちゃうと主張が強いけども、この上から緑とかそういった色を重ねたり、あとローシェンナとね、青をね微妙に混ざった色とかするとなんか自然な感じで、このね自然のこのね木の葉だったりこういった土のね、なんか雰囲気がねなんか不思議な雰囲気になりますよね。まあこのあたりもね好きな感じに色を重ねていってもいいかなと思いますね。でこの下のところはちょっとね日が差して向こうから差してるので、この影になる部分をね避けて明るい色をのせてますね。でこの木の根元の部分をねちょっと位置をこうずらしていくとね、まばらに生えてる感じになります。そしてだんだんとこの両サイドの部分にねここから濃い色をねバーッとのせていきます。向こうから光が当たってるので最初に明るい色をのせましたよね。そして濃い色を今手前の木の濃い色をのせてます、土台にね。そしてその上からさらに明るい色をのせていくというね、明るい暗い明るいという順番ですね今回はね。いつも木を描くときってこのアクリル絵の具だと暗い色を最初にのせて明るい色にしていくけども、今回ね逆光なんです。向こうから光が差しているので、明るい色乗せて暗い色にして土台をつけてまた明るい色っ
っていう風にね、交互にしていきます。でもこの辺りからはね、細筆を使って細かい葉っぱをね、一枚一枚描いていくんですね。これかなり動画なので、あのカットね、編集でカットしてますが、もうとにかくね、一枚一枚細かくね、こういうね、紅葉のねところはね、細かく細かく一枚一枚描いていってます。あ、こういうところはね、あの暗闇から、光がね、この辺りあんま強く当たらないサイドの部分ですね。サイドの部分とかは光がほんの少し当たっている感じにね、出すために、暗い土台を描いて部分的に明るい色を乗せてあげるとね、ほんのり光が当たってる感じを表現できますね。で、この落ち葉のところね、ここにかなり今赤持ってきましたけど、このね、ローシェンナと緑と青混ぜた色、これをまたね、筆を横にしてペタペタペタ、ちょっとね、くるくる回転させながら置いてったりするような感じ。結構この時はたっぷりめに絵の具をつけて描くというよりはね、絵の具を乗せるっていう感覚でこう横に持って回しながら置いていくと、いい感じに絵の具をね、あの自然な落ち葉のね感じを出すことができますね。うん、でここからサイドもさらにね、この黄色と白を混ぜた色とかね、そこにほんのちょっと赤混ぜたりとか青混ぜたりとかしてね、いろんな色を重ねていきます。そしてね、ここからね、ローシェンナ黄色と白を混ぜた色、光の色合いですね。この色合いでね、この木にね、木の部分に光が当たってる部分をね、今描いてます。こういうのはね、ペインティングナイフを使うとね、うまくできますね。今ちょっとね、暗かったんで再度ちょっとトーンアップして、こういう風にね、あのペインティングナイフの横の部分につけてこう置いていくような感じですね。ちょんちょんとこう、ちょんちょんちょんとこう置いていくね、うん、シャッシャッシャッとこう、でこのね、右側の方は左から光が当たっているので、左側に、でこれをガリ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 っとね、ちょっと傷をつけて、今乗せた色を微妙に広げてあげるような感じでガリ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 やっていくと、この木のね、幹の質感ってものを表現することができる。で、ここからね、かなり細い枝とかもね、しっかりめに描いていきます。この枝をね、描いてあげることで、またイメージがね、どんどんこうね、リアルになってきますね。うん、これも太い枝、細い枝っていう風にね、割とこの細い枝もね、細かく描き込んであげるといいですね。うん、こういったね、この、光っていうものも、このね、木の反射と木の下の反射のね、色合い、これを強めると光が強くなるしね、これを柔らかい色にしてあげると光って柔らかい光になるんですよね。なので光っていうものはね、この光のね、色そのものではなく、この反射の部分で強弱をつけてあげると、その光のね、強さっていうものをコントロールすることがね、決めることができる。で、ここで今これかなりね、青が強い青緑ね、これを塗るときにまずね、こういう風に手の指の腹にね、黒をつけて、かなり今ね、これ暗くしましたね。ちょっとぼかしながら暗くしたら、この今はね、青緑、かなり青の強い緑ですね。まあ、青ですね。これをね、こういう風にちょんちょんちょんとね、こう、この辺から育っている雑草をイメージしてね、こう、描いていきます。で、これ描いたらね、それにさらにちょっとね、トーンをワントーン上げます。白を少し今の色に混ぜた色。当たる色をその上から部分的に重ねてあげるんですね。そうするとね、もうこれでほんのりこう光がね、当たっている感じ出てきますよね。うん、この一色でね、描くのではなくて、その
もう描いた色のまた一個、ワントーン上げた色を重ねてあげたりすると、こういったね 木の葉っぱとかっていうのは立体感を帯びてね、こうリアルな感じになってきます。でここからね、落ち葉の部分にも上の方にもね青みがかった色を強くしてってます。なんとなくねこの青を今回どうしても入れたくて、なんかこのね青が入るだけでなんか知らないけどなんか優しい雰囲気が出てくるんですよね。この紅葉って強くなりがちですけどもね、この黄色とかね強い色を使ってますが、このね青を入れてあげることでなんかね柔らかい優しい雰囲気が出てきましたね。このね雰囲気ね、自分が表現したい雰囲気を色で表現していくとね、なんかこうね心で描いていくと心がねこう現れてきます。絵にね絵っていうものはちゃんと心がねこういう風にね表現されてくるんですよね。なのでこう見た時とか感じた時とかそういったものをね記憶に留めておいて、その時にね感じた空気感とかをね色で表現していく、ね、自分なりの色で表現していく、ね、そしてこれ今ね光をねふんわり描いてます。ここからね光がふわーっと広がっていく感じね、これもねちゃんと乾いてからじゃないとね色が伸びちゃうのでしっかり乾かしてから。でこの光もね今回これ強い光ではなくてふんわりとね優しい光にしました。っていうのもなんかねこの朝霧がねちょっと立ってるようなねこのもやもやっとしたこの朝の霧がかったところに光が当たってふわーっとね光がふわふわーっとこうね霧の中に広がってるような、でこの手前にふんわりと広がってきてるようなそんなイメージをね出してみましたね。ちょっとここで、奥のね木の色を強くしたりしてますが、またここで再度ねちょっとこうくる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 っとね今回しながら描いてますよね。こういう風にするとふんわりとした霧がかった光を表現することができます。ほんのちょっとこう木にもかかるような感じで描いてあげるといいですね。はい、でねもうこれでね完成ですが、ちょっとねここで皆様にねお伝えしたいことがあります。ねちょっと前少し前から私がね手首をね痛めてましたよね。それで本当に皆様にご心配をおかけしまして本当に申し訳ございませんでした。皆様本当に温かい優しいお気遣いをお言葉をくださって本当にありがとうございます。ちょっとね先日どうにもアイロン持つのも痛いくらいひどくなっちゃったので整形外科にね行って調べてきたのでちょっとご報告なんですが、手首の関節が腫れ上がっちゃってて、その関節の中にね石灰がいっぱいできちゃってたんですよ。なんか 石みたいなのがねバーってできてて、でその石灰が炎症を起こして手首の関節がね腫れちゃってたんですよね。なのでその中にね手の甲のところからねその関節の中までぐーっと針をね刺してね、なんか透明なね薬をじゅーっと注入しました。でそれが2週間手首の中でとどまって、その石灰をなんか溶かすのかな、なんかそれがなくなって炎症がなくなってだんだんこの手首の関節の腫れ上がっちゃってるのが治ってくるらしいです。なのでね今ねだいぶそれでね痛みが和らいでいるので、もうねこれで原因が分かったので、まああとはね治療をして治していくのみっていう感じになりました。ですがちょっとね2週間ぐらいはね絵を休むようにねなってますので、ちょっと、次の動画までちょっと間隔がまた空いてしまうかもしれませんが、またね動画の方も楽しみに、待っていただけたら嬉しいなと思います。本当に、お気遣いくださって、ありがとうございました。それではね、もうこれでね今回、
絵もね完成しましたけど、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価のグッドボタンの方もよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。